はい、皆さんお元気ですか？ MS でございます。今回も当チャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。それでは早速行ってみたいと思うんですけどもね、今回はですねこういう感じで送られてきました。まあ同じところで買ってるんですけどね、今回はこの必殺ぐるぐる巻きで行きました。そしてしかもですね、裏面に伝票が貼ってあったというねということはこれが上になってきたということなんですよね。もうとんでもですね、またで一応ね必要付属品全部一緒に頼んだんですけども、今回別々で届きましたね。初めこれしか届かなかったのでどうしたんだろうと思ってまた Amazon さんに問い合わせたらですね、分けて送ってますよって言われます。まして、とか思いましてですね、でここのメーカーさんからね LINE でよく来るんですよね。そしたらその LINE、 僕あんまり LINE 見ないんですけどLINE 見たらですね、今回なんかちょっと発送に問題があってなんか3つに分けて送りますみたいなのが来てたんでね、ちょっとね僕の見落としがあったんでね申し訳ございませんというわけで早速開けてみたいと思います。はい、それではですね、おのおのちょっと開封してみましたけどもですね、まず本体部分ですね、これですね、これもね一緒に付属品も買ったんで、こマガジンですね、こちらですね、付属カートリッジが2セット、まあ、2セットって言うとね僕1セットしか頼んでないんですよ。なんかね1セットはおまけで今回つけてくれるってことでね、すごいありがたかったです。そしてですね、これが必殺アイテムですね、気密性を高めるパッキンですね。そしてこちらがですね、レーザーユニットになります。おお、ちょっとね今回パッケージ割れですけどね、結構頑丈に保管されてますよ。これなんかねメーカーさんの販売ページ見たらですね、中国のですねレーザー分野のですね巨匠らしいです作ったのがマスター製っていうのかな、っていうのが一つ一つ調整してるらしいです。謎の人物マスター製がですね、こうなんかねレーザーヘッド、レーザーヘッドって何なのかな、わかんないんですけど、このここの部分のあれを調整しているのか、このレーザー自体を調整しているのかもうちょっとよくわかんないんですけども、レーザー分野の巨匠がですね作ってくれたらしいんですよ。ピンピン手作り で、まあ、中の梱包はねちゃんとしてるんですけどね、何もかわらずこういう普通の大事なですよ、一つ一つ手作りのやつをですよ、こういう感じのですね安っぽいので送ってくるわけですよ。外見の梱包は適当ですけど ね、巨匠に申し訳ないじゃないですか。もうこういうのをね一品一品ちゃんと手作りで作ってくれてるのにまあというわけでね、すごい精度が期待できるのかな、マスター製の実力はいかにって感じですね。まあね、中国の銃愛好家にはね超有名らしいです私は日本人なんで分かりませんとまあ今回は仕方ないようでこういう感じですね。でなかなかちょっとねさっき言ったレーザーユニットの方が届かなかったんでね、やっと今回届きましたんで紹介となります。そしてまあこちらですね、本体ですよ。これがですね前回のですねモシンナガン、あれとほぼ同等のあれなんでね、こいつがどういう状態で来ているのかね、そしてまた怒りの長尺レビューになってしまうのかって感じですよねではちょっと開けてみたいと思いますね。じゃーん、おなんだ、今回側はあれだけど中しっかりしてるぞ、中はしっかりしてるぞっておかしいですけど、上にちゃんと梱包材乗ってますよプチプチがこれ進歩ですねというわけで中身はこういうふうに入ってます。中身は入ってますが、今回は、チャンネルのフルカラー説明書も何も入ってないですね。まあ本体の方とコキンボルトとマガジンですね。でそこの方には謎の棒です。もちろんビスが、ビスもちゃんと動かないようにテープで止まってる、謎の棒、玉詰まりの時に使うのかな。音的にはあと、見栄えがあるのは奥の方にレンチも入ってますね。すっげえ長いレンチがついてる六角レンチついてます。めっちゃ長い、これを使うってことなんでしょうねで説明書がないのでわからないちょっとこのついでに側を見てみますか。前のはねキズ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 だったんですけどね今回はまあ多少の擦り傷はあるけど前回よりは綺麗かな。もうちょっとこの辺ザラザラしてるんですけどね、なんか開けたらそこからスポンジ弾も出てくるというのよくわからない状態ですね。今回のスポンジ弾は普通のスポンジ弾を使うってことですね。お前のやつ使えないのかな、細いやつ。こちらが肝心な銃本体になりますね。こちらの方も、今回は傷ないですね。はい、今回は優秀ですね。はい、今回は当たりです。当たりですけど、やはり、気は使います。
はい、若干、本当に若干ですね。まあ、これぐらいはまあ、OK の範囲としましょう。で、前回もこれぐらい組んどいてくれるとありがたかったんですけどね。まあ、苦労しましたんで、今回はストック部分だけ組み立てるだけで、OK そうですね。それでは、組み立てていきます。はい、それではですね、今回はですね、何の問題もなく、無事組み終わりました。問題がないわけではなかったんですけどね。ちょっとね、やっぱりこのストックを組み立てるのがね、めんどくさかったですね。まあ、このあたりにですね、接続のね、ボルトがあるんですけども、このボルトがですね、3センチぐらいかな、しかないんで、まあ、この冒頭のね、この長いのでこう、入れなくちゃいけないんですね、この接続部分まで。なんですけども、こいつがですね、こっからですね、まあ、開けて、ここから突っ込むわけですよ。けどね、ちっちゃすぎて見えないんですよね、これが。なもんで僕はもうこいつ自体をガポッと外してですね、取り付けました。それの方が簡単だったんで。それとまあ見ていて、ね、説明書がなくてあれだとは思うんですけども、ここのボルトの組み込みですね、ちょっと特殊なんで、普通のだとね、ここのシアを開放して、抜き差しするだけなんですよ、大概のやつは。こいつはですね、ちょっとだけ特殊になってるんですね。でも組み立て方わかんないよって方いたら、ちょっと参考にしてもらえればと思います。で、このボルトなんですけど、ボルトハンドルなんですけども、通常はね、こういうのついてないんです。大体もうこのストレートのが多いんですけど、こいつですね、この出っ張りがありましてですね、こいつ自体は回転します。なので、まずですね、大体でいいんですけど、この真ん中ぐらいに持っていくんですね。このレールと、ここに、ね、両側にレールがあるんで、レールの真ん中ぐらいに配置しておきます。そしてですね、こちらを、引っかかる、シアの引っかかる部分はまあもちろん下になります。で、このまま、ですね、トリガーを引きつつ、シアを解放しつつ、こいつをぶっ込みますね。はい、まあ、ちゃんとね、まっすぐ引けば。で、ここまで入るとですね、こいつがブロックしちゃって、こいつを。で、これ以上いかないんですよね。で、こいつをですね、ここにですね、通る溝がちゃんとあるんで、こいつを回転させて、通すんですね。で、回転させるときはですね、ここですね、ちょっとね、ハンドガンのスライドストップっぽいのがあるんですよね。で、ここね、ちょっと見にくいかもわかんないですけどね、レールを噛む切り欠きがあるんですよね。で、そのレールっていうのが、ここになるんですね。で、このレールに入れるためにはですね、こいつを下げて解放する必要があるんです。なので、一旦、この辺の位置まで下げてもらってですね、で、こいつ、で、これをこうすると、まだレールに噛んでないんで、こいつを下げて、さらに押し込んで、レールに噛ますような感じします。そうすると、ここパチンとなるんで、もうこれも、こいつが噛んじゃってるんで、レールに、もう取れないんですね、ここから。こいつが動かなくなるんで、回らなくなりますね。あとはもうそのまま突っ込めば、押すんなり通って、あとは普通に突っ込めば、完了ですね。まあ、組み立てで、気をつけるのはここのボルトハンドルの組み込みだけですね。あとは特に問題ございません。それではちょっと外観チェックの方行ってみますか。まあ、この時代のやつはシンプルですよね。ストックですね。はい、こちらね、本当に傷もほとんどなくてね、綺麗な状態で届いてます。前回のナガンが何だったんだって感じですよ。本当にもう綺麗ですね。こういう感じですね。で、こいつもですね、ナガンと一緒で。この斜めに切ったね、この美しいマガジン、僕このマガジン好きなんですよね。こういう組になってますね。で、こういう感じになっております。右側面はこういう感じですね。こういう感じになっております。で、こちらがですね、マガジンキャッチになってます。上に押せばこれが外れます。もちろん硬いんで受注では落下してきません。そしてこれがセーフティーですかね。これを起こすとトリガーが引けなくなりますと。直接ロックする形になりますね。っていう感じですね。上から見るとこういう感じです。ずっと、ちょっと大きめのね、タンジェントサイトもこちらも
んと動きますと。ね、ちゃんと動きますので。で、平行部分に向かってこういう感じですね。で、下の部分はこういう感じになってますね。はい。こういう感じでね、綺麗なもんです。後ろから見るとこういう感じになりますね。こっちがあって、こいつはさっき説明した通り、こう蓋を開けることができます。重厚ですね。こういう感じになっています。前から見るとこういう感じでしょうか。はい、それではですね、前回のモシンナガンとちょっと並べてみましたけども、やっぱりね、なんかね、同じ時代にできたのかなのかわかんないですけどもね、ちょっと斜めの口ラインがね、マガジンのおかげで流れるようなラインができてると思いますけどね。重心長の方はですね、こういう感じで、まあ、大体10センチぐらい、BN フィルの方が短いって感じですね。まあ、似てるっちゃ似てるし、似てないっちゃ似てないって感じの、こういう感じになっております。で、まあね、散々こいつにはね、モテ遊ばれたんでね、今回こっちがどれぐらいでいくかちょっと気になりますけどもね、まあ、外観上はもう20丸です。ではですね、実際にですね、操作感のチェックを行いたいと思います。でこちらですね、ボルトハンドルなんですけどもね、組み立ての時にね、ちょっと思ったんですけどね、めっちゃ軽いんですよ、本当に。全然片手で何の力もなくね、入るんですよ。逆にこれで弾が飛ぶのかなっていうぐらいのね、全然抵抗を感じないです。方式は一緒ですもんね。時じゃなくて、押し込む時にコーキングなんですよね。もう全然違います。もう素晴らしいです。もうここでもう素晴らしいですって言っちゃいますね、操作がね。で、これですね、一応ね、この時代には珍しいね、マガジン9弾式になってますね。で実際の銃は10発なのかな、相談数で。こいつは説明によると7発っていうことになってるんで、まあとはこの上からですね、こちらから一発ずつ入れるっていう、ね、そういう方式とね、ツーウェイみたいな感じになってますね。これもね、非常に珍しいかと思いますね。マガジンはね、本当にちょっと抜けづらいですけどね、こういう感じでね、両方いけるっていう、まあ、相談数もね、当時にしては多い方だと思いますね。10発だと通常はね、これがなくて上から入れるんで、だいたい5発ぐらい限界なんですけども、まあ、こいつは10発ですね。実情10発で、こいつは7発ですかね、になりますね。もう横からでもね、全然軽い力でボルト入ります。セーフティーもね、ちょっとね、こう起こすの固めですけどね、まあ、セーフティーなのでね、これぐらいのあれはないといけないのかなと思います。問題なく引けませんと。はい、こういう感じになってますね。ではですね、ちょっと排気の方を行ってみますか。はい、それではですね、弾の方を詰めていこうと思うんですけども、このリーエンフィールド、こちらは弾になってるんですけど、でこっちは前作のモシンナガンなんですけども、形状が違うので使えませんと。こういう感じでね、ちょっと先細りになってるので、これ使えないと。もしかしたら98K と同じかもわかんないですね。で、弾頭の方は、こちらのですね、いつもの小さいスポンジ弾を飛ばす形になります。こちらはね、ロングダーツ、激細のやつを使うんですけども、まあ、当然、径が違うんで、こいつのやつも入りませんし、こいつはスカスカとなってますね。ちょっと詰めていきますか。装填も非常に楽ですね。軽い力で、モシンナガンと違って入りますね。でとりあえず付属は5発なんで、5発ちょっと入れていきますね。もうカートを入れても何の問題もなく軽く入ってきます。では排気をいきます。はい、何の問題もございません。
はい、全然問題ないですね。続いてはですね、クリップ装填ですね。こいつで行ってみたいと思います。金属カート使ってみたいと思います。もし中にはなかったんですけども、ちゃんとね、ここクリップを入れるガイドがあるんですよ。本当はこれが存在するんですけどね、ないんで。でこれを押し込んでいくとズババッと入るんですよ。クリップから抜けない。ちょっと蔵の粘りがあって入っていかないですね。まあ、一発は入ってる。よいしょ、よいしょ。これはね、特にね、入れ方の問題なんで、僕はちょっと下手だっただけなんでね。はい、このように入ります。いきます。いきますね。もうないですね。ただちょっとね、金属カートなんで飛びがちょっと悪いですね。同じ力であれしても、まあ、クリップ装填はそういう感じになりますね。でクリップ装填なんですけども、こいつですね、ちょっとねクリップに問題がありましてですね、問題って言ったらおかしいんですけどもまあこれ金属カートについてたクリップなんですね。でちなみにこれモシンナガンについてたクリップなんですけど、形状一緒です。ちょっとなんかこっちは 3D プリンターで作ったような感じのね、石像跡があるんですけどね。でですね、これ金属カートについてたやつなんですけど、このままでは使えません。なんでかっていうとですね、ここの出っ張りあると思うんですけど、エンフィールドの方に初めについてたやつなんですけど、こういう切りかけが片方しかないんですよね。こういう感じで。わざわざこれ削り落としてあるんですよ。で、まあなんで削り落としてるかっていうと、こいつが引っかかってね、さっきのクリップのところにね、クリップ装填のところですね、こちらとこちらにね、さっきの出っ張りが引っかかってですね、それでこうやってこれ以上いかないんですよ、ね、下までいかないん で結果的にこいつは使えないと、こう削り落とさないと使えないというね。ここちょっと直してほしかったんですけどね、分かってるんなら削って金属カートにつけておいてくれよって感じなんですよね。なんで使う場合は削って使ってくださいと、自分でまあ、削ってあればこういう風に下まで入ってくるんでまあ実際マガジンの方はですね、こういう感じで抜けてきますね。でもこれが実際7発しか入らないのかやってみたいと思いますけども、1発、2発、3発、4発、5発、6発、で7発と、はい、ここまでですね、限界ですね。やっぱりね、もう7発でキツキツですね。はい、それではですね、こちら肝ですね、レーザーユニット、マスターセイグなる謎の人物がですね、作ったレーザーユニットですよ。でここのヘッドがオリジナルらしいんですけど、何がオリジナルなのかよくわかんないですね。このヘッドのレーザーの調整なのか、これを重心に合わせて作る人なのかがわかんないですよね。なんかオリジナルでオーダーメイドもできるって書いてあるんでね、多分重工に合わせて作る職人だとは思うんですけども、もう一切詳細不明の謎の人物ですね。で、まあエアーで充電されてるのかな。お、充電されてましたけど、今グリーンのレーザーでしたね。これが高周波のレーザーになるのかな。 LBBZ のいつものターゲットグリーンでいけるんじゃないかな。これあれだとね、結構遠距離多分狙えると思うんですよ。もうちょっとこれね、期待大ですね。ただですね、このイウェンフィールドにですね直接つくのかっていうのはね、また疑問なんですよね。何にもねないんですよね、今回オーリングとかも何もなくて、こいつ用にちゃんと調整されてればいいんですけどね。ちょっと取り付けてみたいと思います。はい、レーザーユニット取り付けてみたんですけども、やっぱりそのままではつかないというね、またオチがついてましたね。メーカーのね、販売のページにはですね、ここの重心をね、ひねって取って中に入れるって書いてあったんですけどね、どう見てもね、説明の形状とね、このリーエンフィールドのね、ここの形状が違うんでね、あれ多分ね98K のあれかと思うんですけどね、まあ、つくわけないなと思ってたんですけどね、案の定つきません。これ以上入っていかないんですよね。
このこいつがブロックしてて、こいつのね、やっぱりここの径が合ってないとちょっとでっかいとここの間にまあこいつがある入る隙間があるのかなと思ってですね、こいつ分解しましたですね。こいつ自体はですね、ここの六角取ればこのスコット取れるんですね。この取ってですね、でここに重心がプラの重心が入ってるんですけども、プラの重心もね、なんか二分割になって入ってましたね接着されててでこいつ自体もね、あのここを外せばこの上がガポッと取れるんで重心自体が見えるんですけども、で、まあ、重心自体に直接入れるのかなと思ってですね、こいつ外して、まあ、こいつも外して上取って、まあ、こいつ入れたんですけども、やっぱり重心にも入っていかないとこっちの径がほぼほぼ重心と一緒なんで入らないと。で、まあ、入らなくてもいいや、そのままね、あのこいつのプラバレルの前に置いといて、こいつで蓋すりゃ止まるんでなんでここに隙間があるのかなと思ったんですけどね、そんな隙間も一切存在せずですね、まあ入れたらですね、この厚み分は入らないというねそういうオチになってましたんで、でやっぱり仕方がないんで、前回と一緒でオーリングをですね、ここのところに入れてですね、オーリングで保持されてるんですね。もう引っ張れば抜けるんですけど打っただけでは外れないんでせっかくのですね、マスター製のですね、レーザーヘッドの調整もね、何の意味もないですね、このエンフィールドに関してはあの売ってる状態ではもうそのままつかないと。つけるんであれば、こいつをバラしてですね、でこいつを突っ込みまして、裏からオーリングで止めるとそして突っ込めば入るんで、もうそうするしかないです。でほんまにね、あのこういうね、面白いオチがね、ここそことあるんで今回もそのままですね、日中も先もいかなかったという感じですね。そしてこちらは、ハンドル引いて打つとこのようにグリーンのレーザーがちゃんと出ます。この辺は快調ですね、カートなしでも普通に出ますのでね。で、まあ、あとはこのレーザーがですね、ですね、モードですね、ターゲットの方のモード2で、できたらモード3ですね、一番高感度のところですですね、反応するかどうかっていうのがですね、実写の方をやってみたいと思います。はい、それではですね、リーエンフィールド、こちらですね、まずは初速チェックの方から行っていきたいと思います。弾はですね、これね、スポンジ弾ね、だったんで、まあリーチがあるんで短いんで、こちら奥まで押し込みました、プラカート。で金属の方はある程度入るとこまで入れました。なんかね、金属カートの方がね、ちょっと滑りが悪いのか分かんないですけどね、これ押し込むと途中で止まっちゃうんですよね。で止まっちゃうと、もう打ってもね、出なくなっちゃうんでね、そこちょっと僕のだけかも分かんないですけどね、ちょっとこっちは後込めができないっていう形状になってます。それではですね、行ってみましょうか。これマガジン式は楽ですね上から入れるのも楽しいですけど、まあこういうところでどん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 便利になっちゃうんでね、人間がダメになっていくんでしょうね。まずはね、後ごめにしたプラカートから行ってみたいと思います。この重心が見にくい、 17.6、 2発目ですね、 17.1 では3発目ですね、 5.8、 めっちゃ低い、では4発目ですね、3.7、 なんだこれ、それでは最後5発目ですね、はい、16.1 ですね。前の2発はどこに当たったのかな。続きましては、先ごめ式の金属の段の方ですね、こちらの方をやってみたいと思います。まず1発目ですね、お、25.0、27.6、 24.4、 24.8、 20.7。 というわけでですね、金属カートの方が優秀ですね。まあ先ごめとかもあるんですけども、金属カートやっぱね、玉を入れるとですね、ちょっと窮屈なんですよね。なんでそれで気密が取れてて速が上がったのかもわかんないですよ、そっちの方は。後ごめ先ごめ関係なしに、
ションで一発のやつ、プラカードは17、16ぐらいですね、10その辺ですけど、ね、金属の方は20台がちゃんと出てるんで、結果としては金属カートの方がいい感じになってますね。でですね、プラカートなんですけど、後込めにしたのは関係ないと思うんですけど、チャンバー内でね、詰まることが多くなりましてですね、なんで詰まるかっていうとですね、まあもう一回ね、初速チェックの方はもう種類やりたいと思うんですけど、でこいつね、ここにまあね、カート入るんですけど、チャンバー内に。この先にですね、ゴムパッキンがあるんですよ。でですね、こいつプラカートか、プラバレルかと思ったらですね、プラバレルの中にね、アルミのね、バレルが入ってたんですよ。ちょっと短いんですけど。なんかね、玉詰まりした時にね、前から棒突っ込んだ時にね、なんかね、この辺で途中で引っかかったりするんでね、なんでかなと思ったらですね、ちょっとね、短めの半分くらいだと思うんですけど、ちょっと確認してないんですけど、それぐらいのバレルが入ってるんですよ。ちゃんとしたやつが。で、その先にゴムパッキンがついてるんですね。で、カートが入った時にですね、そのゴムパッキンの方に加えられてですね、でエキストラクターの方でもう引き出せなくなるっていうね、そういう現象が起こってたんで、でもしかするとそのパッキンのがちょっと調子悪いのかなと思ってですね。で、こちらはですね、別売りでですね、そのパッキン、何が違うのかよくわかんないですけど、ゴムパッキンの代わりにですね、このシリコン系のパッキンがね、これで気密性が高まるっていうね、のが別売で売ってたんで、これも購入したんですけどね、これまた後で取り付けるんですけども、まあね、もっと簡単につくのかなと思ってたんですよ、はじめ。こいつにもうね、ゴムパッキンがここについてなくて、ついてないと思ってたんですよね。で、このチャンバー内からこうグッと突っ込んだら、そのまま使えるのかなと思ってね、グッて突っ込んだらですね、このね、カートが入っていかないんですよね。当たり前ですよね。途中で止まってるんだから。ゴムのとこまで行かないんで。でもそれをね、取り出すのにですね、一度これ分解したんですよ。そしたらそういう構造になってたと。気密が高まるのかわかんないですけども、これを交換するにはですね、もうここの周りをね、ごっそり取ってね、この、要するにまあ、機関部のところをね、ごっそり取らないとダメなんですね。なんでその、簡単に交換っていうわけにはいかないですね。一度交換しちゃうと、こう、またばらさないといけないということなんで。というわけでですね、次はですね、こいつをばらしてですね、さっきのシリコンチューブ、ゴムパッキンをシリコンに変えて、どれぐらい気密が取れるかっていうの。まあ、もちろんプラカードはね、そのままめり込んでいってもらっても困るんで、まあ、そのシリコンチューブに変えたことで、そのね、カートが詰まるっていう現象も解消されればなとは思っております。はい、それではですね、気密性を高めるパッキンに交換していきたいと思います。でね、分解はね、楽なんですけどね、組み立てはちょっとだけコツのいるところがあるんでね。で、使う六角はですね、なんだろう。M の 3.0 と 2.0 かな。まあ、これ1箇所しか使わないです。あとはもうこれ1本で全部回りますんで。で、まずは抜けるとこですね。まあ、ガジンも抜きまして、ボルトですね。この方も抜いていきましょう。これで第1段階ですね。これでもうガランドで何もない状態なので、まずはじめですね。こいつですね。こいつ下止まってるのでこいつを外しますと、そうするとこのフロントバレル周りが取れますと、スコット前に抜けますと。で、次がですね、こちらのスイベルのところですね、これも同じように止まってるのでこれも外しまして、これ取れますと。そうするとですね、バレル上部の方のですね、カバーがちょっと持ち上げて前に抜くとスコッと取れます。で、これでですね、まあ、アウターバレルっていうんですかね、プラ製のやつが真ん中でつないであるんですけども、多分インナーバレルここまでじゃないかなと思うんですけどね。リバー外せるとこは外しちゃいましょうか。トリガー上のところのですね、ビスがね、左右あるんで、これを取っていきます。そし
で、あとはね、本体側のストックの部分、ここ1箇所、2箇所止まってるんで、こいつも外したり、めんどくさいんで外しておきます。で、こいつとこいつはね、あのビスの長さ一緒なんで、どちらでも構わないです。そしてですね、ちっちゃいビス、ここですね、これを外します。そうするとですね、この部分がカポッと取れます。であとはですね、こいつ自体をですね、こう上下にバカッとこう下に下げるような感じで取りますね。上下の感じ でそうするとこう分かれますので、で、トリガーガードのとこ、ここを軸にですね、ちょっと下がりますんで、下げつつ、で、こいつをこう開きながら取ります。で、その際注意してほしいのがですね、ここと、ここですね、こことここにね、あのビスの受けがありますんで、これ反対側にするとゴロッと折っちゃうんで、なくさないように気をつけてくださいね。そうするとですね、これをボソッと外すとですね、こういう感じでこうパランと、ここの根元をね、開きながら外すとパランと取れてくるんで、ここはこうやって抜いてもらえれば、じゃあごっそり抜けてきます。そしてバレルの方をね、交換したいんで、まずこいつですね、ここも両サイドから止まってますので、3つを外しますと。で、取ったらですね、ここにピンが打ってあります。で、これ一応僕のはね、こっちからここに抜け止めが入ってるんで、こっち側から抜くようにします。で、まあ、反対側から打つとこうやって抜けてくるんで、こう抜け止めのあれが切ってあるんでね、この方向だけ覚えておいてくださいね。そうするとですね、こいつが前の方でスコッと抜けます。そしてですね、今度はですね、こいつですね、こいつも抜け止めが入ってるので方向を間違わないようにしてやってください。で、抜いてきますと、僕の場合は右側の方に抜け止めが切ってあったんで、左から叩いて抜きますね。長さは一緒です。その方向だけは覚えておいてください。で、そうするとですね、今度はこの下側が、ここの部分からですね、スカッと抜けてきます。こんな感じですね。それでタンジェントサイド部分のところが取れますと。あとはもう、こいつはもうそのままフリーで抜けてくるんで、これを下に下げるとですね、で、ようやくこのバレルにアクセスできると、こういう感じになってますね、仕組みのところは。でね、調子が悪くなったんで、まあ、これを交換するしかないですけど、交換してもね、調子が良くなるかどうかは分かんないんですけども、要するにこれがこうはまるわけですよ。で、そうすると抜けなくなると、これですね、ここで加えるんですけども、ここの機密が、まあ、まあ、とりあえずね、このゴムもね、なんかね、もう結構ね、カスカスのゴムなので変えてみますね。完全に暴れるのに抜けてきますんでね。よいしょ。なので、後ろのブロックでこういう感じで、ちゃんと止まるところがあるんで、まあ、位置関係はきちっとするとは思うんですけどね。それではですね、これ多分シリコンチューブだと思うんですけども、まあ、ゴムとどれぐらい違うのかちょっとわかんないですけど、大きさちょっとだけね、毛がちっちゃいですけど、全然入っていかないです、これ。こんなんで大丈夫かな。これまた逆に入ったら抜けないし、ボルト操作の時にやりにくそうだな。なんか入ってかさなかそうな感じですね。そしてですね、実写の方はですね、これちょっとね、ちょっと分解するとね、もう時間がなかなか元に戻すのが大変なんで、このシリコンチューブの状態で実写の方を行ってみたいと思います。こういう初速が上がるのか下がるのか分かんないですけども、こうきついですよ、これ入んないんじゃないかな、多分。これ本当はここまで密封しなくてはいけないんですけど、ここの時点の入り口でもう入りにくいんで、これまた抜けないんじゃないかな、入ったらなんか嫌な予感しかしないですね。で、組み立て手順はさっきの逆に組み立てていくんですけども、もうこういう感じでこれスッと
入っていかないから多分ボルト操作も入らないと思うんですね、ちゃんと。でですね、ここの面はですね、この平らな面が来るようにですね、ここの面がですね、フラットになってるんで、まあ、平らじゃないと入っていかないということですね。これでも抜けなくなりますので、あとはこのタンジェントサイドの方ですね、こいつをですねはめまして、ちゃんと位置があるんで、ちゃんと位置合わせて、であとはですねピンをですね、こう間違わずにですね入れてくださいね。このね、どっちかバカになってます、入ってるの知らなかったって、ね、まさかね、そんなものが入ってるとは思わなかったですよね、本当に。たかがこれごときで、たかが中華ナーフの分際でみたいな感じですけど、ここシリコンチューブの方に変えました。ちょっと見えないけど変わってます。で、あとは逆で組み立てていくんですけども、まあ、バレルの方は普通にですね、これ前からぶっ込みまして差し込めば入ってきますね。組み立ての時の肝はですね、ここなんですね。この下のマガジンのね、受けがですね、よいしょ、出てこない。ここね、ここにこう入るようになるんですね、ここの部分が。ここ削れてると分かるんですけど、ここにまあ、こう、入る。で、この入れる時にですね、これね、ちょっとね、こう、キュッと、沈めて入れると。この状態ですね、別にこう普通に入っていくんですけど、これがですね、側にストックがつくとですね、ここがすぼめられないんですよ。で、それがね、非常にやりにくいと。注意点はそれぐらいですかね。まあ、開きつつ入れるとこういう感じで、下側にこういう風に入るんですね。で、今度これをですね、この状態を投げキープしてですね、今度はここですね、ここの部分両側をまた開きつつ掘り込むわけですが、上の方にストックをで開きつつはめ込みましたら、まあここだいたいつらい位置ぐらいになるぐらいまで、ね、つらい位置じゃないけど、ここ平行になる。でこいつがちょっとこう出っ張ってる、まあ、出っ張ってるのは当たり前ですね、ここで干渉して入っていかないんで。でこの状態でですね、この隙間からですね、なんか何でもいいんで、こうね、さっき言ってたこの内側、ここの前の部分の内側をね、狭めてこいつを入れ込まないとダメなんですよね。ここがね、非常にめんどくさいです。なんでこれちょっと僕もやり方まだはっきり決まってないんですけども、それがハマればあとはもう楽です。はい、でうまく入るとこのような感じでサクッとここもここも入りますね。まあ、一番いいやり方かどうかわかんないですけれども、まあ片側をですねこう曲げといて、片側を入れといてですね、この辺を押さえつつ、で今度細いの棒でこの隙間からですね、ちょっとこうグググッとこう押しながら圧力をかけて入れるっていうのが一番入れやすかったかな。僕はさっきそうしたんですけど、それでなんとかスカッと入りましたんで、まあ、とにかくここを入れるのがかなり苦労しますね。でもここは入ってしまえばもう全然問題ないんで、あとはもうさっき締めてたビスを締めるだけです。
はい、そんなこんなで着きましたけれども、まあ、実際ね初速がどれぐらい上がるのか、一番心配なのはまたカートを加え込まれて抜けなくなるんじゃないかっていう心配がありますけども、ちょっと行ってみたいと思います。条件は先ほどと一緒ですね。プラカートの方はお尻ごめですね。で、金属カートの方は前ごめになってます。これでちょっと実践してみたいと思います。はじめにプラカート、後ろごめ。で、金属カート前ごめで行ってみたいと思います。はい、それでは行ってみたいと思います。では、見まして。はい、今、装填しました。割とね押し込んだ感じはねそんなに変わんなかったですね。割とスムーズに入りました。そこの心配はクリアしましたね。ではまず一発目 18.9。 お、ちょっと初速上がった。さあそして問題は配置をされるかですね。やっぱちょっと粘りがあるですね。なんとか配置をされました。はい、では2発目ですね。 24.6。 お、すげえな、なんだこれ。配置もスムーズだ。3発目 20.2、 17.0、 お、 20.1。 お、プラカート上がりましたね。 5mps ぐらい上がってますよ。すごいな、テフロン効果ありますね。では金属カートの方ですね。はい、ごめん、25.2。 こっちは変わんないね。 23.4、 26.3、 25.5、 25.5。 うん、金属カートの方は変わんなかったですね。で、抜けなくなった現象もテフロンにしたことで良くなりますね。抜けてくるようになってますね。まあ、今のうちだけかもしれませんけども、治ったかどうかっていうのはちょっと言いづらいですけども、プラカート尻込み式すごい上がりましたね。初速がさっきのはだいたい14ぐらいだったんですけど、20から25と幅広いですけども、本当に5から10が上がってますから、うん、テフロンのこちらですね、あのおすすめです。おすすめですって変ですけどもうこれで打って実写がどれぐらい変わるんやって話ですよね。そんなに実写性能は変わらないと思いますけども。それではですね、このテフロンのパッキンがついた状態で命中率を見てみたいと思います。はい、それではですね、いつものちょっと環境は違いますが、一応4メートル取れる場所ができたので、いつもの場所が使えませんので、ちょっとそれで打ってみたいと思います。まずは、ですね、プラカートの方ですね、後ごめ式打ちます。今中央狙ってます。最後のはヘロヘロでしたけど、割とまっすぐ飛びますね。それでは金属の方を打ってみたいと思います。はい、以上のような結果になりました。優秀ですね。4メートルで今までヘロヘロだったんですけども、今回はねまっすぐ飛んでいきますよ。はい、それではですね、レーザーの方を実写してみたいと思います。
一応もう今モード2になってます。一番初めのデフォルトではねもう全然意味がないんで、モード2の真ん中のモードで反応するかですね、このグリーンレーザーがと言ってみたいと思いますね。何の調整もないんで、まあ、どこに当たってるのかわかんないですけど、フェイブと左ずれ、モードには反応しますね。あと1個分左じゃない、今調整何もしてないから。はい、真ん中のデフォモードではね、あの問題もなく使えます。それではですね、今、モード3になってますね。これが果たして反応するかどうかですね。これで反応すれば超優秀なレーザーが7000円ぐらいで買えると。じゃあ、いきます。うん。あれ？なんか全然違った。反応がないですね。モード3には対応しないですね。これモード3はよっぽどのやっぱり高出力のレーザーでないと反応しないですね。はい、というわけでですね、残念ながらモード2までですね、まあ2まででもね全然十分なんですけどね、これでまあある程度屋外でも結構距離届くと思いますんで、こちらのレーザーは結構優秀なレーザーだったと思います。はい、皆さんいかがだったでしょうか。リー・エンフィールドマーク3ですね。いや、これも非常にいい銃ですね。もう感動しました。前作のねモシンナガンは一体何だったんだっていう感じですけどね、もうね動作においてね、全てにおいてね、ほぼほぼパーフェクトでしたね。なんといってもですね、このねボルトが軽い、まあ、実銃の方もですね、やっぱりなんかね発射をこう素早くできるような感じの仕組みになってるんですよね。まあ、こちらの方のですね、このボルトですね、まあ、ここのですね、この交代量が少なくて済むんですね、引く量が。でなおかつここの回転が従来のようにこうね、ここがねもうちょっと引くだけで下げられるんで、まあ、これで連射ができると、まあ、非常に優れものだったんですね。これ多側のぐらいねすごいね連射できます。ただ練習できるという、ただね連射するとですね、僕の場合ですね、やっぱりねここのチャンバー部のところに詰まっちゃうんですよね。あんまり勢いよくグンと押し込むんですよね、多分自分で。そうすると詰まっちゃいますね。一応ねシリコンスプレーとかも吹いたんですけどね、あんまり変わらないですね。金属カードの方だとね、多少ね、問題なく動くんですけどね、プラカードだとね、ほぼほぼここの、もう、チャンバーの部分のゴムのところに噛み込むようになっちゃいましたね。ちょっとプラカードは使えないですね。でもね、もうそれ以外も全然使いやすいです。すべてにおいて使いやすいです。で、コッキングも軽くてね、初速が出て、で、命中精度もね、ちっちゃいね、ダーツ弾がね、あそこまでね、まっすぐ飛ぶのね、僕ね、見たことないですよ、本当に。綺麗にね飛んできましたからね。もうそれだけでもやっぱりね元の初速があるんで、それだけまっすぐ飛ばすね、無理やり飛ばしてるんですよね。まあ、ほんまにこれね重量もね結構あるんですけどもね、もう全て扱いやすいですね。でですね、やっぱりこの革新的なボックスマガジンですね、これを使ってもよし、クリップもね上から詰めるもよしとはね、慣れるとこっちの方がね楽になっちゃうんでね、やっぱりね便利になれるとね人間ろくなことがないですね。でこちらですね、別売のですねテフロンのパッキンですね、これはもうですねやっぱり若干効果はありました。なのでちょっと気密性が上がっててね、プラカートの方はいい感じになってましたね。
まあ、金属カートの方はね差はあまり感じられなかったんですけども、まあ一応ねあのプラカートの方はねあの後ろゴメっていうのもあったんで、その辺も関係してるのかもわかんないですね。金属カートね後ろゴメっていうかね入らないんですよね。入らないですかね。今よく見たらですね、こうね、ね入らないようになってるんですよね。ちょっとね、内側ね、出っ張ってるの見えますかね。ここに多分引っかかって、これ以上いかないんだと思います。そしてね、こっちのクリップ球団もですね、こういうフラーでできてるんですけども、これもね、慣れたらね、非常にスムーズに球団できるようになりますんでね、どの動作をとっても、すべてにおいてスムーズに行えると。それとね、僕の答えだけかもわからないですけどね、あの最終段がですね、こうね勢いよく落ち込むとですね、こう球がすごい斜めになってですね、上の方に当たってね、あのフロートが押し込めないっていうね現象がね多発してたんでね、最後はまあゆっくりこう押し出すような感じにしないとですね、球が球団されなかったっていうのがもう多々ありましたね。まあ、それを差し引けばね、本当にこれもよくできてます。これはね、超おすすめです。これ、多分ね、BB 弾化したらね、結構飛ぶんじゃないかなと思いますけどね。っていうか、元が多分ね、これ、BB 弾仕様なんじゃないのかなと思ってね、さっきのね、動画でもこう、バレル周り、バラしてましたけど、これ多分バレル普通は 6mm のがついてるんじゃないかなってね、ちょっと思ったりもしますね。ね、本当に今までと違うね。他のはね、バレル周り回したことないんですけどね。こいつはね、ここのところにこう、抜け止めの防止ピンとかね、結構、合成になってたんで、なんかの型を使ってるんじゃないかな、という、こう、感じがしないでもないです。合成のいるところなんかはね、金属でちゃんとできてますし、まあ、元はエアガンじゃないのかなっていう疑惑は、ありますね。そしてですね、最後までですね、謎のですね、マスターセイ。何を調整したのかよくわからないですけどね、レーザーヘッドをオーダーメイドで調整しましたって。オーダーメイドってこれ用じゃないですからね。多分ね、カー 98K の方のあれだと思います。なのでこいつね、このままではつかないんで、こいつをつける場合は、エンフィールドにつける場合は、こいつを外して、でこいつのところにですね、差し込みまして、で、このようにね、中からこのオーリングでこういうふうに止めまして、そして、つけると。とにかく、謎の人物、マスター・セイ。仕事っぷりがね、もうすごい、現れてますね。何の仕事をしてるかも全然わからないですけどね。レーザーサイトの、調整だけで食っていけるのかとかいろんな疑問が出てきますけどもね。まあ多分この外周を銃に合わせて作ってるだけだと思うんですけど、あんまりねこいつ自体がねピッチリ入っちゃうと今度これ抜けなくなっちゃうんでね、その辺もちょっと謎なんですよね。どういう調整しているんだマスターセイみたいな感じなんですけどもね。で試しにですねこいつをですねモシン長にですねつけてみたらですね、もうスッカスカなんですよ。これちょうど外形が前に見た時に、モシン長の内径が12なんですよね。これが12ないぐらいなんですよね。なんでこれ突っ込んだったら、スルスルスルって重心入っていっちゃいます。下手して同じ径だったらね、抜けなくなっちゃいますからね。もうあれ危険ですよね。結局だからこのゴムパッキンが必要になってて、あとこの部分はやっぱ出てないと。なのでね、こいつがですね、重心の方にこう、がっつり入るとですね、取り出せなくなっちゃいますね。なのでこれ注意しないとですね、もう必ずここで止まるようにしておかないとですね、えらい目になりますよね。反対側からね、続くのもいいんですけどね、ここちょっとね、何もないんで、ここをちょっとなんか続くも、ね、後ろは別に何もこう保護されてるわけではないんで、こいつを後ろから続くのはどうかなと思うんで、これね、つけるときはね、本当に注意しないとですね。98K は前の重心のとこがなんか取り外せるみたいなんですよね。でそれでこれを入れてくださいみたいなことが書いてあったんで、まあ最悪ね先っちょの方にこいつがくっつくようにしとけば、特にねその重心が外せればそのまんま抜けますけど、ね、モシンナガンとかねこのエンフィールドなんかはねほぼほぼ重心が長いんで
こいつがスポッて入っちゃうと、まあ抜くのに苦労すると思いますね。なのでね、まあどれもこれも専用じゃないです。これ本当にね、エンフィールドと一緒にこういうね、あの別売部品と一緒に売ってますけどね、あの本当にそのままではつかないですからね、これも必ずあのオーリングかまして使わないと使えないというね、こういうオチになってましたね。なので、頑張れマスター製、何のためにこれをこいつ用に調整したんだっていう感じになりますね。まあ、マスター製はこいつ用に調整したんじゃないと思うんですけどね。商品説明の方の絵はね、どう見てもね、98K なんでね。いや、俺は、メーカーから 98K 用のこの K を作ったんだよってね。こいつに使うなんて聞いてないよっていうね、言い訳ができるんですけどね。なんかね、一度会ってみたいですね。マスター製。はい、というわけでですね、今回の動画は以上となります。これはね、非常にいい銃なんでね、これはもうあのおすすめできます。撃ってて楽しいですしね、配給もものすごく楽しめますので、まあお金に余裕のある方は買ってみてもいいんじゃないでしょうかね。今ね、16,000円ぐらいするんでね、まあ下手なエアガンが買えますわ。そっちの方がええかもわからんですけどね。まあそれはどう考えるかであります。また面白いと思った方はチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。でこれにてですね、夏休みのですね、ほぼほぼ毎日連投企画は終了となります。まあ来週からね、仕事も始まるんで、また1週間ぐらいの更新になるとは思いますけども、まあ気長に待っていただければと思います。それでは今回は以上になります。